エリック・ブロイ・キンクは、オランダ・ヘルダーラント州レーデン出身の元自転車競技選手。2004年より、ラボバンクのゼネラルマネージャーを務めている。1984年のロサンゼルスオリンピックに、100km、チームタイムトライアルの一員として出場し4位。1985年に、プロへ転校。1986年、ペーター・ポスト率いるパナソニックに移籍。 1987年、1988年は、充実したシーズンを送った。1989年のツールドフランスでは、ルクセンブルクで行われたプロローグを制し、舞を上寮ダッシュ。1989年限りで、パナソニックが解散したため、1990年、当時、自転車チーム最強の婦人とまで言われた、PDM2 席。この当時のブロイキンクは、 タイムトライアルが強かったばかりでなく、平地、山岳コースでも安定した走りを見せ、近い将来、ツールド・フランスを制すると目されていた。なお、同年のオランダスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞している。その後、その後、オランダ放送協会の解説者を経て、2004年、現役最後の在籍チームでもあった、ラボバンクのチーム監督に就任。ありがとうございます。